はい、ということで今年もこの季節がやってきました。ちょうど1年前ぐらいに、年末ですかね、去年の家で家中の無印良品アイテム集めてみたっていう動画を作ったんですけど、引っ越しもしたし、約1年経って減ったものもあれば新しく無印で揃えたものもあるので、今年もちょっと集めてみました。ということで今ここにざっと映っているのが、去年もあったもの、去年の動画でも紹介したものがこちらになります。で、これを紹介した後に1年間で増えた無印良品のものがここに並んでいるので、そちらも紹介していきたいと思います。はい、ではまずキッチン道具から。まず無印の万能玉、定番商品です。そして耐熱マグ、あとは12枚入りくらいで売っている布巾、これも大判のものが出ているので違う種類も使ってみたいなと思ってます。吸盤のタオルハンガー、今はタオルじゃなくてもろもろトングとかそういうのをかけてます。そしてこのクリアの収納、以前はメイク入れに使っていたんですけど、今もキッチン下でこういった感じで調味料を入れて使ってます。あとはボトル、これは手洗い用と洗剤用、食器洗い用で一つずつ持ってます。あとはお風呂の洗剤ボトルなんですけど、これも詰め替えて使ってます。化粧水、高保湿タイプ敏感肌用、そしてホホバオイル、あとは泡立てネット。はい、次にランドリー系。この一連のハンガーは前は靴下を吊るして収納代わりに使っていたんですけど、今はキッチンでちょっと布巾を干したり洗濯物干しに使ってます。そしてこの大きめのピンチハンガー。はい、次にお掃除系だとこの定番ですね、これはトイレ掃除で使ってます。あとはコロコロ、これも詰め替え用も無印で買ってます。それと卓上ティッシュ、いろいろ使ってますが、ティッシュが切れたタイミングで無印に行くといつもこれを買ってます。はい、そして細かいもので言うとこういったタイプのフック、壁にかけて何かを吊るすためのフックです。これは以前の家だとすごくフィットしたんですけど、今の家はあまり合うところがないので数が減って1個になってます。一方で万能でかなり多用しているのがこの定番のピンチフックです。これは家中にもあるし、キャンプにもたくさん持ってって使ってます。あとはソーイングセット、それとこれ歯ブラシ立てですかね。私は歯ブラシ立てにも色違いを持っているし、これにはあのヘアピンを立てて使ってます。次に小物、このパスポートケースとポーチ、これはガジェットを持ち運ぶときにちょうどいいので使っていて、これは使ってる方多いと思いますが、あの家計簿用というか通帳とかカードとかお金管理の入れ物にしています。どちらもこの去年一昨年かな、紫に染めたのでちょっと色が違いますが、これも使ってます。はい、あと収納がこのファイルボックス、ちょっと大きめのタイプですかね、これに本とか書類を入れていて、あとはこれ、この収納には以前は、バッグを入れていたんですけど、今は畳のパンツだったり T シャツとかを入れています。はい、次に衣類、ピンクのハンカチと、これはリブタイツ、これすごく気に入っていてちょっと何年も履いてしまっているんですが、去年はブラックとこのチャコールグレーかな、2色使っていたんですが、ブラックは断捨離して今はこれだけ持ってます。あとはあったかインナー、7分か8分袖の綿 93% ぐらいのもので、私はヒートテックだとちょっと肌が痒くなってしまうので無印のを着てます。そしてボーダーの七分袖かな、これは今キャンプ用になっています。そしてフード付きのダウン、これも去年買ったもので今年はキャンプ用に使ってます。あとはこれ、肩の負担を軽くする撥水リュック、これ去年買ってよかったなと一番思っていたリュックです。あとは折りたたみ傘、
これ袋だけ買えますよって教えていただいたんですが、未だに買っておらず、ズボラな使い方をしてしまっています。そしてこれは去年の紹介で紹介し忘れてしまっていたんですが、こう畳んで旅行とかにも持っていきやすい吊るせる収納を、ハンカチとか普段靴下とか細かい収納に使っています。あとはこのキャリーケース、1泊2日から2泊3日ぐらい用の36リットルかなのキャリーケース、今年使わなくて断活しようかと思ったんですけど、キャンプに使えるということで今はもうキャンプにガシガシ使っちゃっています。あとは電子レンジと、ちょっと奥にありますが炊飯器も無印です。そして以前の家ではキッチン下の収納に使っていたんですが、そのストッカーを再び組み立てて、今はお風呂場の横の、タオルとかの収納に使っています。はい、ということで今紹介したのが去年の動画にもあった無印良品のアイテムたちです。そこから1年私がまた新たに買った無印のものをご紹介します。まずはキッチン系、はい、お箸をずっと100均のものを使っていて、今年無印のものを買いました。次に計量カップ、これグレーの線が可愛いなと思って今年入って計量カップ持っていなかったのでゲットしました。あとは白い平皿、大きめのお皿がなかったので、ちょっとねお皿を集めてしまうと私物欲が爆発してしまいそうなので、シンプルな無印のものを買いました。あとは細かいもので言うと、この透明のクリップ、あとはキッチンタイマー、これはすごく今年買ってよかったなと思っています。と正直3回ぐらいしか使ってないんですけど、ハンドミキサーも買いました。そして次に細かいもので言うと、この石鹸ケースかなを買って、中に歌丸石鹸を入れてます。歌丸石鹸の使う頻度が減ったのでしまっておこうということで、これを買って使う時に取り出しています。あとはポーチ類ですね、バックインバッグ、グレーのメッシュタイプで小さい方のサイズですね。これはすごく気に入っていて、無印のリュックを使う時にすごくフィットするので、カバンで行く荷物が多い日はここにまとめてすっきりさせてます。そしてこれを使ってすごく良かったので、大きめの A4 サイズかな、黒も買いました。でこれは何かというと、キャンプ用にガシャガシャ入れています。そしてもう一つが無印の小さなポーチです。あとはこのトートバッグ、これもキャンプ用に買いました。そして衣類系なんですが、まずレインコート、今年入って買いました。自転車に乗ることが増えたのと、キャンプを始めて使うことがあったのでこれを買ったんですが、フリーカットって書いてあって、袖とか丈をカットできるようにこうミシンの線が書いてあるんですけど、もう私は切ることなく普通に使っています。そして今洗濯中なんですが、無印の割烹着も愛用しています。そしてこの一緒についていた巾着は、カメラのちょっとごちゃごちゃしたものとかを入れてます。あとはこのチュニック、グレーのノーカラーのダウン、あとはこれですね、このファイルボックスなのかな、これとこのこれを買いまして、昔動画でご紹介したんですけど、こういう感じで袋を入れる収納にしていて、袋別サイズ別に普段はここに入れて使ってます。そして最近買ったのがこれ、よく無印のコーナーでこういう小さい物がかかっているコーナーがあるかと思うんですけど、そこで防犯ブザーを買いました。前持っていたものが誤作動してしまってちょっと使えないなっていうことで買い直したのが無印のアイテムです。でこれがシリコンは色が選べるんですけど、私はキャンプ用に買ったので暗いところでも分かりやすいようにと思って明るい赤をチョイスしましたが、白とか確か黒もありました。でもこれ結構な音が、防犯ブザーなんで鳴った方がいいんですけど、
音量がかなり大きかったので、これも誤作動しないように気をつけながらと思って使ってます。ちょっとねシリコンなんでいろいろついちゃうんですけど、はい、これも買いましたという感じかな。去年も漏れがあったので、あ、そうだ、あと今入っているはい、あったかいスリッパ、冬用のスリッパも引っ越してきてから買いました。そして去年毎年ボルドーのものを買い替えていたんですが、今年はグレーにしてみました。これはもう完璧気分なんですけど、あのフラットでしかも 22.5 からあって、私足実際は 22.5 よりも小さいんですけど、それでも脱げにくくて、あのこういうタイプのって結構私脱げてしまっていたんですけど、無印のはサイズ形かながフィットするので、今年は色違いにしてみました。あ、あとあれもあるや、はい、ちょっと冷蔵庫の中なので忘れていたんですけど、今年浄水ポットも買いました。これかなり買ってよかったです。中の、カートリッジを3ヶ月スパンぐらいで買えるんですけど、3回目のを使っています。このおかげでペットボトルの水を買うこともなくなって、美味しいお水が飲めるので、あの買ってよかったものの一つです。っていうくらいかな、もっとちょっと漏れがあるかもしれないんですけど、こんな感じです。はい、ということで今年も年末に差し掛かろうとしているんですけど、ちょっとまた物を整理しながら年末に向けて整えたいと思います。皆さん何か無印のおすすめあったらぜひ教えてください。はい、それでは今日もご視聴ありがとうございました。